カレーは飲み物。どうも原岳専務です。今回は過去にレビューした中国地方のカレーをまとめてみました。最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。まさに貴婦人といったパッケージが可愛らしいですね。このルーのピンク色は赤ビーツ由来のものだそうです。楽しみな反面、今回は正直不安でもあります。早速調理していきたいと思います。今回は付け合わせに定番の福神漬けを用意しました。完成です。いただきます。しっかりカレーの味がするのですが、よりピンク色の元になったビーツのゴロッと入っているのも合わさってクリームシチューに近い味わいです。ビーツペーストのおかげか野菜の旨味がギュッと濃縮されています。福神漬けも意外と合いますね。辛さはだいぶ控えめです。カレーは辛くないとという方にはちょっと物足りないかもしれませんね。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さ控えめ、ルーは割ととろみがあったのでこの辺にさせていただきます。今回の鳥取県で残りが38都道府県です。トッピングの他にもおすすめのアレンジなどあればぜひ教えてください。コメントお待ちしてます。広島県の西条は日本三大酒どころとして有名なのですが、実は私原岳専務が学生時代を過ごした町でもあります。当時の思い出が蘇りますね。早速調理していきたいと思います。完成です。いただきます。開けた瞬間にほんのりと日本酒の香りがしたのですが、もちろんアルコールは入っていないのでどなたでも安心です。味はベーシックなカレーといったところですが、レトルトでこれだけじゃがいもが入っているのは嬉しいですね。このままでももちろん美味しいのですが、今回はソースをかけて味変をしてみたいと思います。うちうまし。ソースをかけたことで辛さがより増した感じです。コクも深くなって、私的には今回のソースは正解です。ごちそうさまでした。今回のカレーはソース込みのレビューにはなりますが、辛さはかなりしっかりめ、ルー自体は比較的サラッとした印象だったのでこの辺りにさせてもらいます。今回の広島県で残りが37都道府県です。トッピングや付け合わせのアイデア絶賛募集中です。ぜひコメントお願いします。フグの入った贅沢なカレーということで、これは個人的に期待大です。ちなみに地元下関ではフグのことをフクと呼ぶそうです。フクを呼んでくれそうで縁起がいいですね。早速調理していきたいと思います。今回は付け合わせに紅生姜と青のりを用意しました。完成です。今回はお好み焼き風に盛り付けてみました。いただきます。開けた瞬間にフグのいい香りが食欲をそそります。
大きめのフグがなんとも嬉しいです。トッピングで振りかけた青のりが魚介とマッチします。紅生姜もカレーとの相性もグッドです。辛さはかなり控えめです。辛いのが苦手な方も安心ですね。ルーも結構さっぱりして飲みやすいですが、フグの旨味がしっかり入っているので個人的には大満足です。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さは控えめ、ルーもさっぱりで飲みやすかったのでこの辺にさせてもらいます。今回の山口県で残りが36都道府県です。こんなトッピングもあるよという方、ぜひ教えてください。コメントお待ちしてます。島根県産の合鴨を使ったカレーということで、私実はチキンカレーが大好きなのでとっても楽しみです。早速調理していきたいと思います。今回は付け合わせに超定番のらっきょうを用意しました。完成です。今回は専務夫人がサラダを用意してくれました。いただきます。うまいがん。アイガモがかなり噛み応えがあり、噛めば噛むほど味が出てきます。気をてらわないとても素直な味で、付け合わせのらっきょうがぴったりの一品です。ここで腹だけチェンジ。今回は蜂蜜で味変してみたいと思います。蜂蜜を入れることで一瞬まろやかな味になるのですが、後から辛さが際立ちます。辛いのが好きという方は、あえての蜂蜜もありかもしれません。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さは中辛よりちょっと辛め、ルーはあまりしつこくなく程よく飲みやすかったので、この辺にさせていただきます。今回の島根県で残りが35都道府県です。味変のアイデアも募集中です。コメントぜひお願いします。私ホルモンは大好きなのですが、カレーに入れたことはないのでちょっと味の想像がつきませんね。これは期待大です。早速調理していきたいと思います。今回はライフをサフランライスにしてみたいと思います。完成です。色味が食欲をそそりますね。いただきます。もんげーうまし。正直カレーの風味でホルモンの味が消えちゃうかなくらいに思っていたのですが、しっかりホルモンの味が残ってます。ホルモンの風味が苦手な方は要注意です。ここで腹だけチェンジ。今回は醤油で味変してみたいと思います。醤油を入れると辛さがかなり和らぎます。以前アップした広島のカレーの動画でソースを入れた時の辛さが際立ったので、これは意外な変化ですね。コクはより味わい深くなります。ホルモンとも合いますね。個人的に醤油は大正解です。ごちそうさまでした。今回のカレーは醤油込みですが、辛さは中辛よりちょっと控えめ、ルーは醤油効果でコクが出ていたので、この辺にさせていただきます。残りが34都道府県です。おかげさまで今回で中国地方を制覇できました。カレーのアレンジのアイデア募集中です。コメントぜひお願いします。君は一人じゃない。
ないよ。僕らがここにいるよ。いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから。